はい、それでは今回から第3話テレビに映ったアイドルの例の科学ルートをやってまいりたいと思います。科学的な視点での操作、今回はその方向性で進めるとしよう。不審な点は確かに多いが、科学的な理由付けが不可能なわけではない。セナ君に今回の操作方針を伝える。よっしゃ、科学的な視点で操作するんだな。生放送に映り込んだ加納ゆきの霊とおぼしき画像、血のりの手形、死者の声を模した電話。果たして今回はどのような顛末が待ち受けているだろうか。おしまい。あのよ、確かにあの二人は怪しいけどよ、第三者の存在がいるかもしれねえってことは？その可能性もあるでしょうね。松岡瑠海が犯人の場合、玉で栄が犯人の場合、それから別の第三者が犯人の場合だ。ファンか関係者か。とにかく誰かが死んだ加納ゆきになりかわり、二人に復讐をしようとしているってことか。血の手形や死者からの電話は、松岡瑠海か玉で栄が犯人であるというメッセージを知らせるためなのか。加納ゆきに代わって犯人を裁こうとしている人間がいる。セナ君はそう言いたいのね。まあ、あくまでも可能性の問題だな。けどよ、そう考えた方がしっくりくるっつうか。そんな人物がいたとして彼らに復讐を？どちらにせよ、最悪のケースとして殺人を犯す前に、何としても犯人を我々の手で突き止めて法で裁かなくてはならない。理由はどうであっても復讐を許してはダメよ。どんなに凶悪な犯罪者であっても法に従って裁くべきだわ。罪刑法定主義、デュープロセスオブロー、法に基づく適正手続きの保障、これらを抜きに法治国家は成り立たない。刑罰は法の手続きによって決定されなくてはならない。個人の支援で犯罪者に制裁を加えることは中世の魔女裁判と何ら変わらない。犯人の死刑を食い止めなくては。私は改めてこの事件を解決する決意を固めたのだった。昼食のために私たちは一度テレビ局の外に出る。周囲にはいろいろな飲食店が立ち並ぶが、セナ君が選んだのは年季の入ったレトロな外観の喫茶店だった。ここまだやってたんだな。セナ君は懐かしそうに目を細めると古びた扉を開く。チリンと涼やかな鐘の音が鳴り響き、カウンター奥にいた主人が顔を上げ、私たちに会釈する。さすがにこの時間じゃランチも終わってるか。先、空いてる席に座るぜ。私たちはテーブルを挟んで向かい合うようにソファーに腰を下ろした。このお店なかなかいいわね。セナ君のおすすめは何？味噌カツかおでんだな。は？喫茶店なのにおでん？思わず声が出てしまった。念のためメニューを確認すると、ちゃんとおでん八丁味噌と書いてある。八丁味噌って確か A 県では有名よね。どんなものにも味噌をつけて食べるとか食べないとかどっちだよいや、さすがにそこまで言い切られっと都市伝説かエスニックジョークかと思うけどよ。そう？少なくとも S 県じゃ考えられなかったけど。まあ、味噌つけて食うおでんが最高なのは確かだけどよ。でしょ？G 県に来てからというもの、やたらと八丁味噌を使った料理を食べる機会が増えてきた。味噌汁はもちろんのこと、とんかつも土手煮も味噌煮込みうどんも全部八丁味噌。塩分すごそうだな。おでんにだって味噌をつけて食べる。そういえば、コンビニでおでんを購入したとき、なぜかからしの他に味噌だれがついてきたことは記憶に新しい。え、それってさすがにチェーン店ではやらないですよね。どうなんかな。ご当地コンビニ？もちろんおでんに甘い味噌をつけて食べるとなると好みは分かれるところだが、私個人としては最高の相性じゃないかと思う。からしじゃないのか。でもさすがに今おでんって気分じゃないわね。
味噌カツサンドとコーヒーにするわ。朝食だな、先は。じゃあ俺は味噌カツ定食に味噌煮込みうどんにおでんもつけて、あとは食いすぎ。そんなに食べるのか、この男は。部活帰りの高校生じゃあるまいし。しばらく待って注文した料理が届くと、瀬名くんは眼光を光らせて食べ始める。それはさながら飢えた獣のようだった。うわー、やっぱ味噌煮込みうどんは最高だぜ。は？瀬名くんは豪快に味噌煮込みうどんをすすりつつ、同時に頼んだ味噌カツを頬張っていく。その横には八丁味噌のおでん。味噌味噌味噌、瀬名くんとしては濃くないのだろうか。先ほど彼が一生に伏したどんなものにも味噌をつけて食べるを進んで実践しているようにも見えてしまうが、まあ味噌カツサンドを注文した私がでかい口を叩けた義理ではないのだけど。さて、その目の前のカツサンドだが、軽く済ませる。さて、その目の前のカツサンドだが、軽く済ませるつもりだったのだが、思ったよりサイズが大きい。想像していたカツサンドは、駅の売店で売られているような白くて薄いサンドイッチ用パンに挟まれた四角い小ぶりなものだったのだが、ここにあるのは巨大な味噌カツをこれまた巨大なパンで挟んだもの。カットこそされているが、それで大きさをごまかせるものでもない。少々予想外だ。あ？どうしたよ、カツサンドを見つめて固まっちまってよ。こいついつも見つめて固まっちまってんな。あ、いや、なんでもないわ。ちょっとしたカルチャーショックを受けただけ。なんだ、またかよ。小倉さんの時もそうだったけどよ。お前、ちょっとショック受けすぎじゃねえか？いやー、そうでもないと思うんだけど。カツサンドって言ってこれが出てきたら、大抵の人はびっくりすると思う。そして瀬名くんは私がカツサンドと睨み合いをしている間に半分くらい食べ終わっていた。この調子だと私が食べ終わるまで瀬名くんを待たせることになりそうだ。いつまでも様子を伺っている場合ではないだろう。いただきます。思い切ってカツサンドを一切れ口に運び噛み切る。分厚く切られたカツからにじみ出る肉汁、そこに八丁味噌の辛みとキャベツの甘みが加わり、決してくどくなりすぎない絶妙なバランスで肉のうまみを引き立てている。それをふわふわのパンで挟み込むことで優しい食感を生み出している。はっきり言おう、これは美味しいと。どや。私は当初心配していたボリュームのことも忘れて、気がついたら味噌カツサンドを完食していた。いや、うどんは？うどんの感想は？一息つくと、早速今後の方針について瀬名くんに説明をする。捜査一課からの情報も聞いてきたけれど、加納由紀の死が殺人だとしても、その復讐を考えそうな親類縁者はいないそうよ。というよりも、加納由紀には親族と呼べる人間がいない。恋人もいないし、幼馴染や親友なんてのもいない。天涯孤独の身ってやつだな。天涯孤独。では復讐者は誰なのか。やっぱりさ、犯人はあれなんじゃねえか。あれ？瀬名くんはテーブルから身を乗り出すと、声を潜めボソボソと話し始める。死者からの電話、そういう都市伝説がいくつかあるんだよ。スリーやん。伏線だった？例えば仲が良かった家族のうち、夫だけが交通事故かなんかで先立ってしまう。残された妻と子供に夫の携帯から電話がかかってくる。なるほど、ありそうな話だ。つい最近の話だと、通勤列車と貨物列車が衝突するっていう事故があった。その列車に乗っていたとある男から、その婚約者、それに姉や弟といった近親者に対して男の携帯から何度も電話がかかっていた。だけどどの電話も応答しても何も聞こえねえし、かけ直しても留守電になっちまう。救助隊が携帯の電波を頼りに男の居場所を突き止めるんだけど、男は衝突直後に亡くなっていたらしい。そして
肝心の携帯はついに見つからなかったそうだ。すでに亡くなっている人からの電話、確かに今回の件と一致する部分があるか。本当に死者から生者に対して電話がかかるような事象が存在するんだとしたら、加納ゆきが玉手にかけてくるという可能性もある。しかしいろいろな逸話が存在するのは事実だし、その中には真実も含まれているのかもしれない。でも私たちはこの事件を科学的に解決しようと決めたのよ。だとすれば死んだ加納ゆきからの電話だという線は消すべきだわ。捜査方針のブレは混乱を招くだけよ。これは生きている人間の仕業と考えましょう。死んだアイドルの霊が闊歩しているという線はない。私は強く断言する。ああそうだ、その通りだ。俺も一度決めたことは貫くぜ。科学的な観点から捜査をしていこう。セナ君は私に同意をすると、ソファーの背もたれに深く身を預ける。電話の件で言えば、真相を知る何者かが加納ゆきの霊を語り、何かを伝えようとしているのかしら。それか彼女の死を利用して誰かを陥れようとしてるって可能性もあるぜ。加納ゆきに深く関わりのある人間、松岡瑠美、玉で栄え、即座に二人の顔が頭に浮かぶ。お互いがお互いに相手を犯人だと主張している。松岡瑠美と玉で栄えには私のライアーズハートが全く効かなかった。少しでも二人の本心が分かればいいんだけど。とにかく今のところはそいつら以外に怪しい人物はいねえんだし、徹底的にマークしていかねえとな。芸能界は福までんだ。華やかな世界とは裏腹に常に陰謀や悪事がはびこっている。再び私の脳裏でそんな考えが鎌首をもたげる。無機質な白亜の外壁が続く草原な建物、科学捜査研究所。科捜研の魔女こと如月光子が所長を務める科捜研に到着したのは、周囲のすべてが西日で赤く染まる夕暮れ時だった。加納ゆきの死因とあの白いロングスカートに付着した血液の鑑定結果を聞きに行くためだ。さあ瀬名君、早速如月先生に会いに。とこの着信音は瀬名君の携帯か。あ、悪い悪い。通話ボタンを押すと同時、恐ろしい形相で応答している。どこのヤンキーだ。だから任務中に電話してくんなって。あれほど晩飯いらねえよ、今日は遅くなる。応対を見ている限りだとこの間の電話と同じ人なのだろうか。ついついクレームブリュレを思い出してしまう。クレームブリュレ、クレームブリュレ。いかん、頭の中がクレームブリュレでいっぱいになってしまう。なんで？前回がクレームブリュレだったのなら今日は何の日だろうか気になる。え、ちょっと乙女アピールしてんの？いかんいかん、他人の電話を立ち聞きしちゃいけない。前回したような気がするけど。瀬名君はそっけなく電話を切った。よっしゃ、そんじゃ科捜研に行こうぜ。まあ瀬名君の電話の相手も気になるが、今は事件のことを優先するべきだ。私たちは如月先生のもとへ向かった。扉の前では如月先生が今か今かと待ち構えていた。先生は私たちの姿に気づいた途端、なぜか嬉しそうな表情を浮かべる。待ってたわよ、お二人さん。それで加納ゆきの件と松岡瑠美のスカートの鑑定結果についてですが、まずは加納ゆきの件だけど、加納ゆきがどうやって死んだかは依然として不明よ。事故、自殺、殺人、いずれの可能性も残ったままよ。なんだよ、全く進展してねえじゃねえか。そうね、如月先生は愉快そうだ。捜査に何一つ進展がないという行き詰まった状況でどうして。
小さくため息をつくと気を取り直して如月先生に問いかける。如月先生、加納由紀の死については事故、自殺、他殺、すべての可能性が挙げられるんですよね。先生の科学者としての教えを、考えを教えていただけますか？ずいぶん面白い聞き方をするのね。如月先生の笑みはますます濃くなっていく。まず、加納由紀の死亡現場となったあのスタジオ、彼女以外の体毛や指紋は発見されなかった。スタジオは定期的に清掃員が入り、念入りに清掃されているらしいわ。そういえば入退室記録の方にも利用者はいなかったと。ええ、プロモーション映像セット完成後、加納由紀死亡までの期間には誰一人としてね。そういや昼間にも言ってたよな、加納由紀はプロモーション撮影の本番に備えて一人でここに来たって。如月先生や関係者によれば、リハーサルは本番と同じ日の午前中を予定していた。つまり事件の当日は加納由紀の個人的なチェックだったのだと。見せていただいた写真では、発見時の衣装とメイク、本番さながらの様子でしたよね。さすがに本番で着用する衣装は汚せないという理由で、似たようなドレスを代用したみたいね。とにかく加納由紀本人が行ったものらしいわ。彼女は一時期AD として働いていた時期があったそうよ。その下積みの経験ね。 AD として？ AD がアイドルになったってこと？スタジオの利用予約もなく、同席者はいなかった。つまり発見されるまでこの件に関与した人物はいないということになりますね。わかった。つまりこれは密室トリックを使用した殺人。ああ、一つ言い忘れていたわ。スタジオは施錠されていなかったから密室ではなかったわ。推理小説の主人公気取りのセナ君の発言はあっけなくかき消された。如月先生、個人的なチェックをしていたということは、加納由紀はカメラを使用していたのでしょうか？ええ、カメラチェックの際の映像及び音声は残されていた。そこに映っていたのは加納由紀本人だけれど、ノイズがひどいわ。ここで見ることは可能ですか？もちろん。先生はうなずくと、移動式のテレビで映像を再生する。画面の中では衣装を着た加納由紀が舞台の上で立ち位置と振り付けの確認を行う。ここから先で映像が乱れるのよ。それまで順調に進んできた映像に異変が生じる。一瞬、映像全体にノイズが走り、それまで舞台の上を美しく滑るように滑らかに移動してきた加納由紀が物理的な感性を無視して立ち止まる。加納由紀の顔は空中の一定の高さで固定され、はめ込み画像のように無表情にカメラを凝視している。そして、手足だけが出来の悪い操り人形のようにジタバタと狂った踊りを繰り返している。ちょ、マジかよこれ。わざとじゃないよな。こんなことがわざとできるのなら、加納由紀は念動力の超能力者ということになるわね。それから、このシーンの音についてなんだけど。そう言いながら、如月先生はテレビの音量をぐっと上げた。ここでね、マイクが雑音を拾っているでしょう。先生の言うように、ボーボーという吐息がかかっているような音が聞こえる。スタジオのマイクは風防対策がされていないから雑音が入ることはある。ただ、加納由紀はスタンドマイクから離れているし、空調の風が直接影響することは構造上ありえないのよ。予想外の衝撃的な映像に呆然とする私を気遣ってか、先生はテレビに映し出された映像をパッと消した。この映像についての不審な点については、意図的に編集された形跡がないか解析中よ。如月先生はどのように考えているのでしょうか？私の問いかけに如月先生は両肩をすくめた。事故死、自殺、他殺のどれかってことよね。どれも考えられるから困っちゃう。
じゃあ全部の可能性について教えてくれよ。そうね、まず事故の場合だけど、舞台装置の誤操作、もしくは誤作動による死亡事故ね。誰にも悪意はなかったし、不慮の事故ということになる。あれはないでしょう。あんな的確に絡める感じの。誤操作、不慮の事故、加納由紀が行ったことが彼女自身の死につながった。そして次にありそうなのが他殺ね。可能性だけならいくらでも考えられる。ただ入隊室記録の件を加味すると、部外者よりは内部関係者の犯行と考えた方が実行はたやすいかもしれないわね。やはり第一容疑者は玉で栄えた松岡ルミということになりそうだ。現段階では二人とも加納由紀事件の濃厚な被疑者だ。プロデューサーやトップアイドルの立場であればスタジオの出入りはたやすいだろう。熱狂的な信者が犯人って可能性は考えられねえか。人気アイドルとして一番美しく輝いている瞬間を狙って彼女の時を止めたとかよ。あら、セナ君って意外とロマンチストね。でも確かに加納由紀の最後の神々しい姿、神の見使い、まさしく天使だったわ。とはいえそうなると入隊室記録がネックね。部外者だとするとその犯人は犯行時何らかの手段で入隊室記録をごまかしたことになるけど、非現実的か。絶対に不可能というわけではないにしても優先すべきは関係者ということになる。あとは自殺だとするならば、それこそ人生で最高に輝いている時を永遠に残そうとしたとかかしら。自殺だとするならばそういう理由になるだろうか。しかしそれなら疑問が生じる。私は自分の考えを如月先生と瀬名君に伝えてみる。ユキが自殺である可能性について。もしも加納由紀が自殺したのだとするとその理由は何だろうか。如月先生は人生で最も輝いている瞬間を残そうとしたとおっしゃられた。本当にそうだろうか。違う。いや、そうは思えない。なぜなら加納由紀にとって最高の瞬間はここではないからだ。彼女がより輝いている瞬間は、そう、念願の作詞作曲デビューを果たした瞬間のはず。本当に彼女が最高の瞬間で時を止めようとしたのなら、それは個人的なチェックの時ではなく本番中の方が適切だったのではないか。ならば本番でもリハーサルでもなく、その前の個人的なチェック中に命を絶った、合理的な理由があるだろうか。迷惑をかけたくなかった。監視がないので死にやすかった。ないです。ない、見当たらない。絶頂の瞬間は生放送の本番中以外ありえない。にもかかわらずそれより前のチェックの段階で死を選ぶ理由はない。以上のことから加納由紀が自分の絶頂の瞬間を残すために自殺したのではないと推察できる。では他の理由である可能性はないだろうか。考えうる限りあり得るのは、自分の人気が落ちることを危ぶんだ、出す前に玉で栄えと喧嘩したこと。玉で栄えと喧嘩をした、そのことが加納由紀に自殺を考えさせた可能性はないだろうか。玉で栄えは加納由紀にとって恩人。事実ほとんどの場合において彼の意向に逆らうことはなかったそうだ。しかし今回は歌詞の件で意見が対立した。そのことが純粋な加納由紀の心に耐え難い苦痛として残された。自殺の動機は考えられる。しかし自殺だと仮定すると別の問題点が見えてくる。それはその様子が目撃されていない。遺書がない。これは映像であるから遺書がない。そう、遺書がない。自殺において最も基本的な事象が欠けているのだ。
もちろん遺書を書かずに自殺に及ぶこともなくはない。遺書が存在しないことをもって直ちに自殺であることを否定できるわけではない。しかしだ、加納ゆきが自殺するにあたって周囲に与える影響を考慮しなかったとは考えにくい。彼女はスタッフやファンを尊重していた。その彼女が彼らに何のメッセージもなくこの世を去った。それができないほど追い込まれていた可能性もなくはないが、それならそういった様子が目撃されているはず。私はこれまでの考えを瀬名君と如月先生に打ち明けた。確かにね、自殺と考えるには少し不自然な点が多すぎるわね。ということは、考えるべきは他殺か事故死か。今後はその2点に絞って捜査していった方が良さそうだ。そういやよ、死因についてはやっぱりまだ不明なんだよな。なんとか手がかりだけでもつかめねえか。警察医、G大医学部の先生の検視結果ではね、新たな報告がない限り死因は特定できないわ。てか、如月先生より上の存在っているんだ。だから私が引き取って、改めて司法解剖したの。え？今なんて？如月先生、通常は科捜研で司法解剖は行わないのでは？だって、待ちきれなかったから、自分でやった方が早いやって結論になったのよ。いや、そういう問題ではなく。何言ってんだ、サキ。科捜研の魔女様だぞ。司法解剖くらいお茶の子さいさいだろ。そんないい加減な基準で死体を切り刻めるはずがないでしょうに。うふふ、何のために医学を治めたと思ってるの？司法解剖もできるようにしてあるに決まってるじゃない。通常はありえなくてもこの人ならありうる。なんとも規格外な人だ。というか、如月先生で独自に調べていたのなら最初からそう言ってくれればいいのに。おそらく私たちの反応を見て楽しんでるんだろうけど。では私の見立てを発表するわね。死因は外傷性胸部圧迫症、要するに窒息死かしらね。胸部に大きな圧力が加わると静脈内の圧力が上昇し、酸素が十分に運ばれなくなる。最終的には意識障害や低酸素結晶によって死亡するわ。窒息死か。となるとやはり宙吊りにされた際に何らかの形で胸部を圧迫されたということか。そうだ、松岡留美の赤い手のひらはどうなったよ。あのべっとりした手の跡、あれはやっぱり血液なんだろ。そうだ、血液であればそれでよし。そうでないにしても、あれだけ精巧な血のりであれば入手ルートも限られるはず。犯人像をたどる有力な手がかりになるはずだ。松岡留美の白いロングスカートの鑑定結果？あの赤い手形はね、インクだったわよ。え、インク？うせやろ？そんなバカな。残念だけれど、ただのインクよ。匂いも何もない。血液には程遠い代物よ。おかしい。あの時、確かに血の匂いがしたはずなのに。いくらなんでも、血液とインクの区別がつかないほど、私の鼻は曲がっていない。成分は付近の文房具屋で売ってる量産品と同じだった。ここから犯人像をたどるのは、ちょっと難しいわね。まあ、ひょっとしたら手形がつく直前、付近の店でそのインクを購入した人物が浮上するかもしれない。私から言えるのはこのくらいね。そんな。では、指紋か何かは？全く検出されなかったわ。おそらく犯人はゴム手袋か何かをしていたのね。収穫なし。あの手形から犯人像をたどることができると踏んでいたが、見事に空振りに終わってしまった。しかし、あれがただのインクだった。そんなことが。
如月先生は困惑している私の様子を見て意地悪そうにニヤニヤと笑っているんだった。